こんにちは。コスモ姫香です。いつも視聴ありがとうございます。夜寝ていて、突然足がつることはありませんか？痛くて、辛いですよね。そこで、今回の動画は、足がつる要因についてお話ししたいと思います。まず一つ目は、運動のしすぎで、足がつる場合です。これは、運動によって、脱水症状が起こり、水分が不足している状態です。続いて二つ目は、血流不足による冷えで、足がつる場合。例えば、デスクワークが多いと、一日の運動量が、どうしても少なくなりますよね。そうすると、ふくらはぎの収縮が起きていないので、足の血液循環が上がりません。血液循環が上がらないと、どうなるかというと、冷えが起こります。そうすると、つりやすくなると、言われています。三つ目は、イオンのバランス異常。運動して、汗が出ますよね。それに伴って、イオンのバランスが崩れることによって起きます。四つ目は、カルシウム不足です。筋肉を動かすために、神経と筋肉のところで、カルシウムが、行ったり来たりします。ですが、カルシウムが不足すると、テタニーという、震える症状が現れるのです。それに伴うカルシウムの不足が考えられます。五つ目は、老化です。やはり、年にはかないません。筋肉の衰えも大きな要因になるんです。6つ目は、運動による疲労に伴う痙攣です。そして、足がつる上で、問題なのは、生活に支障が出るほど、頻繁に起こるものです。病気が潜んでいるかもしれません。要注意です。一つ一つ見ていきましょう。まず、イオンのバランス異常として、熱中症、腎疾患、脱水症状、下痢、嘔吐があります。血管の場合、下肢静脈瘤、血管炎、閉塞性動脈硬化症、内分泌系では、甲状腺、機能、低下症、副甲状腺、機能、低下症、アジソン病、神経系の話になると、脳梗塞、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、筋、萎縮性、側索硬化症、筋ジストロフィーがあります。代謝異常では、糖尿病、肝硬変、栄養失調状態があります。骨格系では、関節炎があります。背面に病気があると、足がつる要因になります。もし気になる方は、早めに病院へ行って、医師の診断を受けてくださいね。運動やトレーニングで、足がつって痛いような場合であれば、マッサージや針で、しっかり筋肉をほぐしてあげることで落ち着きます。また、今の季節は、汗をかいて、ミネラルが抜けることで、足がつりやすくなります。しっかり水分補給をして、気をつけましょう。ぜひ、参考にしてくださいね。コスモ姫香の、足がつりやすい人の特徴レポートでした。姫香の、動画視聴ありがとうございました。いろいろと気になったことを配信していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。